さあこれからバファローズが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは先発の山本。さあバッターは岡本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球わずかに外れてボール。打ちました。センターに大きな打球、追いかけますが頭を越えました。先制のランナーが出塁。さあそして打席には柳田が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。いいボールが来てますよ。アウトコースのストレート、力があります。152キロ。3球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球する。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。そうですね。まずはボールから入りました。これが2球目。インサイド落ちました。ボールフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。そうですね。さてバッターボックスの吉田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、いつも残せて大きいの。2球目打ちました。伸びていくとライトセンター。いや完璧。